アメリカ海軍の大型艦空母エンタープライズカナダの東大東大と軍艦の都市伝説では大型の軍艦が他の船舶が衝突コースを進んでいると誤認する情景が描かれる。軍艦は大抵アメリカ海軍の戦艦か空母で向かってくる相手の船に進路を変えろと要求する。相手方は軍艦に対してそちらが進路を変えろと回答し、軍艦の艦長は そちらが進路を変えろと要求を繰り返し、所属と階級を答えろと言って、命じたり、脅し付けたりする。そこで相手方は、こちら東大、どうぞと返答してくるのである。この最後の回答が、しばしばこの小話のタイトルとして使われる。これは、特に1995年から、アメリカ海軍作戦部長の事務所から流出した、実際の記録だという触れ込みで、 インターネット上などで出回るようになった。これが実際に起きたことだという証拠はなく、疑わしいといういくつかの理由が挙げられる。これに類する、東大大航空母艦とか、東大大戦艦と称されるジョークは、少なくとも1930年代に遡ることができ、従って都市伝説だとみなされている。アメリカ海軍はこの都市伝説を否定する交渉サイトを公開しているのだが、 それでも国家情報長官マイク・マッコーネルは2008年のスピーチでうっかり口を滑らせてこれをジョークのネタに使ってしまった他にも主が主義や柔軟性を欠くことによる危険や状況判断の必要性を特敵としてしばしば持ち出されることがある2004年にスウェーデンの企業がこの小話をモチーフにしたテレビ CM を作り賞を受けたことがある一般的に この年伝説は次のように展開する。初、アメリカ海軍作戦部、1995年10月10日。これは1995年10月に、アメリカ海軍の艦艇とカナダのニューファンドランド島の海外警備当局との間で更新された通信記録である。登場する艦艇は、空母エンタープライズやコーラルシー、ニミッツや戦艦ミズーリだったりする。場所は、 ノースカロライナ州沖合やピュージェットワンやスペインのフィニステレ岬だったりする。アイルランドやスコットランドの沿岸という場合もある。アイルランド沿岸の場合、登場する軍艦はしばしばイギリス海軍で1998年にアイルランド南西部のケリー県の当局との間で起きたことだという話になっている。小話には追加部分として 最後の更新の一つ前に、東大守が軍艦の艦長に向かって、こちらは一等水平でありますと述べる更新が挿入される場合もある。前置き部分は、アメリカの情報公開法に基づいて公表された情報だとか、現職のアメリカ海軍作戦部長、ジェレミー・ボーダの名前で発信されたとされる場合もある。アメリカバージニア州ノーフォークの日刊誌、ザ・バージニアン・パイロットは、 この話が1995年にインターネットを通じて拡散したという情報を検証した。大西洋艦隊の広報官は、これを全くありえない話と述べた。アメリカ海軍作戦部長、ジェレミー・ボーダーの執務室は問題となっている文書を発信したことはないと発表した。これも古いバージョンも名前が出てくる艦艇はほぼ1995年以前に退役しており、 空母コーラル C は2年前に解体されてさえいる。もしくは、その感銘はすでに空母ではなくなっている。また、同氏による検証では、他の情報源からもこの話の歌詞が明らかになった。アメリカの東大を管轄するアメリカ沿岸警備隊の広報官の述べたところによると、東大はもうずっと以前から自動化されており、船舶に向かって更新するような東大種など、 すでにいなくなっていて、アメリカの海域では、こんなことは起こり得ない。広報官の推測では、沿岸警備隊の誰かが海軍をおちょくるために、こしらえた作り話だろうというものだった。この調査から4年後、例の話がさも実際に起きたことだと言わんばかりの演説があったという情報を耳にして、ファーストカンパニーという雑誌が、元沿岸警備隊で、 全米東大協会という東大マニアの集まりの会長をしているウェイン・ウィーラーという人物に取材を行った。ウィーラーはこの小話は古くからあることが確認済みだと言い,い、自分の経験から言ってこんなことは実際に起きるわけがないと述べた。カナダ・ブリティシュコロンビア州の現役の東大主事務、エイブラムも同調する。エイブラムは同志の中で次のように述べている。 私は、東大誌を21年にやっているが、こちらを東大以外の何かと間違われたことなど一度も、ない。アメリカ士官協会は、海軍のやり方や GPS といった単純なものにさえ、精通していない人ならば、この話を信じ込むとしても無理もないと述べている。また、官名のような時代交渉に関する不正確さも、そうだし、航空母艦の乗組員が、 ニューファンドラント等のような大きな陸地の海岸に近づいていることに気づかないなどありえない。アメリカ士官協会はこの件に関する電子メールが毎日3通は転送されてくると苦情を言っている。この手のメールを50通も受け取ると今度はどの部分が改変されているのかなってことぐらいしか興味がなくなるね。知られているものとしては最古のバージョンとして 1931年にカナダの新聞ザ・ダラム・ホラー・レビューがロンドンのタブロイド誌ザ・ユーモリストからの天才として紹介した一コマ漫画がある。この漫画ではマストの横着に二人の男が立ってメガホンでこう叫んでいる。1934年8月ノースクリフ施釈が創立したロンドンの週刊誌でイギリスと大西洋を挟んだ対岸のアメリカで出版された。 アンサーズは、この漫画を本案し、滑稽な小話に仕立て上げた。これは次のような内容になっている。ノームに包まれたある夏の夜。ブリッジにいた、当直士官はイライラを募らせていた。なんとか、暗闇に目を凝らそうと、ブリッジの脇に身を乗り出すと、進路上の目と鼻の先に、かすかな影が見えるではないか。士官は、息も止まらんばかりに行転し、かなり立てた。 暗がりから落ち着いた声が返ってきた。これ以後数十年にわたり、定期観光物の中にこの小話の改編版が見られるようになる。ラファエル・タック・サンズが1943年に出したカードのシリーズに貨物船の船首に立つ制服姿の男が描かれたものがある。彼は、ハリ路上に船影を認めてこう言う。なんならあのクソ船、何しちょるおお、あら船じゃ。 ラセインゾ、東大ジャー。経営コンサルタントのスティーブン・ r コビーは、1989年にベストセラーになった、辞書7つの習慣の中で、この小話を引用している。コビーはこの小話を2年前の船舶雑誌、プロシーリングスから見つけたものだとしている。作家のアイザック・アシモフは、1992年の昭和週にこの話を収録した。この小話は、 フィクションだということをおそらく意識されたまま1995年以降も受け継がれてきた。2004年スウェーデンの海洋用品メーカーのシルバスウェーデンはこの小話を艦長というテレビコマーシャルに仕立て上げた。このテレビ CM はアイルランド海が舞台になっていて船はアメリカ海軍モンタナ相手はアイルランドの灯台という設定になっている。この CM は 英語とスウェーデン語で描かれていて、カンヌ国際広告祭で同時賞を受賞した。4年後の2008年、アメリカ海軍中将を退いて、アメリカ合衆国国家情報長官となったマイク・マッコーネルは、ジョンズ・ホップキンス大学でのスピーチの冒頭で、この小話を使った。マッコーネルは、この話は、実際にあったことだと述べた。彼は、目の前の聴衆に向かい、 これは、実は、実際の記録なのですと話した。後日、この件を指摘され、マックコーネルの広報官は、あの話は、聴衆の注目を集めるためのものだったに過ぎない、と述べた。コメディアンとか話のつかみでよくやるでしょう。この小話をスピーチに取り入れた演説者や著作に、引用した作家の大半は、主画主義に対する反省を促すための教訓として、扱っている。 この小話をブリティッシュコロンビア州で起きた実話として使ったフェリックス・デニスは権力の不可語にまつわる話としてお気に入りだと述べた。彼は次のように述べている。この他、この逸話をビジネスや啓発書の中で用いる場合には柔軟さの必要性を実証する例として使われている。バリー・マーハーはこれを空母エイブラハム・リン・カーンで実際にあった話だとして エイブラハムリンカーン症候群と名付け、相手の話をガンとして聞き入れない人を指した。自分がそっちへ行こうとしているのに、自分をそっちへ行かせないようにしている相手がいるときは、そっちに行かないべきだと、マーハーは、顧客に説く。どんなに相手の灯台が押し付けがましい言い方をしても、その灯台に衝突するのは、戦略の不成功である。ゲイリー・スモーリーは、夫婦間の出来事について、 この逸話を使っている。スモーリーが言うには、夫が妻と和解するために、灯台をどかそうとした軍艦の艦長のように振る舞う、ことは、あなたの妻を動かざる岩のように立ちふさがらせるだけで、結局あなたはもっと憤慨する羽目になるでしょう。この小話を別に解釈し、状況判断の重要性を解く教訓とする向きもある。キリスト教系のメディアコンサルタントであるフィル・クックは、 この小話が作り話であるとした上で、見聞きしたものの確認をすることの重要性を訴えている。我々は自分が話している相手がどのような人物であるかさえ無知なのだ。船は艦長のものかもしれないが、海は艦長のものではない。と説くのは雑誌ガバニングのコラムニストラスリンデンである。演説者の中には、これは使い古された。 上等区であるという者も,もいる。国際弁論者連盟の会長をアラうスティーブンスは、コビーが2010年になってもまだこの話をしていると指摘し、どこかで週に2回もこの小話を聞かされたという、顧客からの連絡があったと述べている。スティーブンスは、この東大の小話と同じように、ゆでガエルの話や、人手を海に投げ入れる男の話も、 散々使い古されて聞き飽きた話だという。一回ぐらいはいいかもしれないが、何度もする話じゃない。最悪なのは、この話を何度も何度もするせいで、この話のインパクトが失われていることだ。彼は、こういう小話を使うより、話して自身に実際に起きたことを話すべきだ、と主張している。オーストラリア沖の東大のフォークは、 アメリカや NATO の大西洋艦隊の拠点となるノーフォーク海軍基地がある東海岸有数の軍港都市。実際には20世紀前半以降アメリカ海軍にはモンタナという艦は存在しない。波打ち材を無数の人手が埋め尽くしている中でその人手を一つずつ海へ投げ返している男がいる。 そんなことをしてもほとんど意味がないという人に向かって、どんな小さなことでもやる意味はある、と説く小話。ありがとうございます。